ハトゥチュルパン国会の演壇に立つハトゥチュルパンハトゥチュルパンはトルコの政治家で1935年総選挙で選出されたトルコ大国民議会発の女性議員の一人サトゥハヌムサトゥカドゥンとも1890年にアンカラの火山村でカラメフメトエフェンディとエミネハヌムの娘として生まれた村で育ちイブラヒムチュルパンウォールと結婚してデュトフィエ レムズイ、エメト、アフメト、ベディハの5人の子供を設けた。夫のイブラヒム・エフェンディは、バルカン戦争に従軍し崩壊した残豪の下敷きになって負傷した。その後、トルコ解放戦争にも従軍して負傷した。サトゥハヌムは、夫が戦地にいる間、家計と子供たちの養育を担い、トルコ革命後、国民学校に通って、読み書きを習った。そ落報、 第20条の変更に関する1933年10月26日付、第2329号法により、女性がムフタル職に就けることになると、父親が務めていた火山のムフタル職を引き継ぎいだ。1934年8月18日から23日に、開催された第2回言語大会の直前の1934年7月16日に、 大統領ムスタファケマルアタチュルクは首都アンカラから50キロ離れた火山村に小旅行に出かけた。アタチュルクが火山に立ち寄ることを聞き知ったサトゥカドゥンは村を清掃し家々をペンキで塗り直した。シャルバルを履いてジェップ剣を羽織ってポシュを巻き手に鞭を取り馬に乗ってビティクまで行った。そこでビティクザとの合調によってアタチュルクに 火山のムフタルですと紹介された。憲法第10条及び第11条の変更に関する1934年12月5日付第2599号法により22歳以上の女性に国政における選挙権、30歳以上の女性に国政における非選挙権が認められた後、1935年2月8日に実施された。 総選挙で1237票を獲得し、アンカラ選出議員となり、3月1日に初、党院し、3月7日に、サテゥカドゥンのプロトコルが承認された。アフェトイナンは、本人から直接聞いた話として、アタチュルクが、各して第二子になるべき女性だと発言したことを記している。アタチュルクがいくつかの質問に対する彼女の返答に、大いに満足したため、 エルダルイニョニュによれば、彼女が村中のすべての家々を白く塗らせて歓迎してくれたことをアタチュルクがひどく気に入ったため議員に選出されたという。いずれにしても、サットカドゥンはアタチュルク自らの講演と指示によって議員になれた。この頃、ハッティ文明に凝っていたアタチュルクの要請を受け入れ、名前をサットからハトに変更した。ありがとうございます。